日本は少子高齢化、人口減少、人手不足、教育問題、所得格差の拡大などの構造的課題に直面しています。また、2020年のコロナ禍は有事対応の弱さを示しました。物事が簡単に決まらないシステム、ゼロリス、不信は、既得権者の反対などが変化に弱い理由として挙げられます。政治家は、業界団体の支援を受けることが多く、新しいサービスや技術の規制緩和は難しくなります。しかし、物事の決定力学と利害関係者の理解が重要です。また、日本を変える鍵は地方にあるとされています。地域の個性を生かした新しいビジネスモデルやテクノロジーが次に生まれていますが、全国一律の受け入れは難しいです。新しいチャレンジを特定のエリアで行い、成功事例を早期に見せることが変化を起こす方法とされています。成功事例があれば、他の自治体も後押しし、国全体が良い方向にスピーディーに変わる可能性があります。